ようやく購入しました。ラミー2000シャープペンシル。なぜ買わなかったのか僕もよくわかりません。持ってないのにいい評判とか悪い評判たくさん見てきました。それからリクエストも非常にたくさんいただきました。果たしてこちらのペンがいいペンなのか悪いペンなのかはっきりさせようということで、今日はこちらの不朽の名作を徹底的にレビューしていきます。今回の動画の構成はこのようになっております。ラミー2000の歴史、ラミー2000の製品ラインナップ一覧、開封、デザイン拝見、ブラックウッドのボールペンと比較、分解、書いてみる、最後に5つ星評価をしていきます。こちら定価だと税込み1万1000円もする非常に高級なシャープペンでございます。まあ、ただ並行輸入だと半額ぐらいで購入することができるので、僕は楽天で5780円で購入しました。お手頃に購入できる Amazon リンク、楽天リンクは動画説明欄に貼っておきますね。それから僕の意見だけだと偏りがどうしても出てくると思います。ラミー2000のシャーペンを同じく持っているよって方はコメントにて感想を書いてくださるとすごく有益な場になるかと思います。僕が好きなラミーのペンということで少々気合が入っております。動画の時間長くなると思うんですが、最後まで楽しんで見ていってください。それではやっていきましょう。ラミー2000を一言で言うと不朽の名作であり歴史的な一本です。ラミーはドイツの筆記具メーカーでございます。文房具メーカーの中では超大手の会社なので、文房具好きなら誰もが知っているようなブランドですね。これまで文房具メーカーは社内デザイナーがデザインするってことが多かったんですが、ラミーは違っていて、現在販売されている全ての商品が有名な社外デザイナーによってデザインされているという非常に斬新な方式が採用されています。それほどデザインっていうのに非常にこだわっているメーカーなんですよね。発売は1966年、今から55年も前になります。こちらのペンは西暦2000年になっても色褪せない筆記具というのをテーマにデザインされているので、ラミー2000という名前が付けられております。実はラミーもこれまでは社内デザイナーによるデザインだったんですが、初めて社外のデザイナーと共同でデザインしたのがラミー2000なんですよね。ラミー2000は発売されてから世界的な大ヒットを遂げ、その成功体験から今もなおラミーは社外デザイナーとコラボするという方式を採用しております。そんなラミーの方針を変えるほどラミー2000というのは歴史的な一本なんですよね。ラミー2000にはベースモデルである ABS 樹脂に加えて、高級モデルであるステンレスモデル、木軸モデルの大きく分けて3つの素材が用意されています。シャーペン、ボールペン、ローラーボールペン、4色ボールペン、万年筆といった非常に幅広いバリエーションを取り揃えていて、ラミー2000というのはかなり大規模なシリーズというのがお分かりいただけるかと思います。ただシャーペンは ABS 樹脂のモデルしか今ラインナップされていなくて、ステンレスとか木軸にもシャーペンがあってくれたら嬉しいのになぁと思いますね。今回購入したのは樹脂ボディのシャーペンの 0.5 ミリですね。こちらの化粧箱を手に持ってみてびっくりしたんですが、デザインがすごい変わってるんですよね。これまでずっとラミーの出っ張ったロゴで留める方式の化粧箱だったんですが、中が透けて見える箱となっております。これはラミー2000だからなのか、それとも最近この箱に変わったのか、どっちなんでしょうか。改めまして、今回購入したのはラミー2000のシャープペン 0.5 ミリでございます。定価は税込み1万1000円。購入価格は5780円となっております。まずこちらのペンの第一印象なんですが、外装のクオリティがエグすぎるっていうところですね。この質感半端ないです。マジで。それから非常に軽いなという印象を受けました。スペックはこんな感じで 18g とパイロットの S20 とほぼ同じぐらいの重さなんですが、比較的太軸ボディで 20g 以内に抑えられているってこともあって、かなり軽く感じましたね。パッと持っただけで、あ、これすごい書きやすいシャーペンなんだなっていうのが直感的に感じた、そんなシャーペンです。2000年になっても色褪せないデザイン、いや
2021年になっても色褪せてはおりません。このペンについて知らない方からすると、またシーサー木のペン買ってるやんっていうふうに思われるかもしれないんですが、ボディは ABS 樹脂、まあ、つまりプラスチックでできております。表面にはヘアライン加工が施されているので、それによって削ったばかりの木材のような冷たくもあり温かみのある非常に独特なオーラを放っております。木軸のペンとすごく合いますし、逆に金属のペンともすごく合うなといった印象で、筆箱に入れていても他のペンとかなり合わせやすいデザインをしているなと思います。こちらのペンはドイツのバウハウスの影響を受けたゲルト・アルフレッド・ミュラーによってデザインされました。バウハウスというのは世界で初めてのモダンデザインの枠組みを完成させた美術と建築の学校のことでございます。無駄な装飾が一切なくシンプルなのがバウハウスデザインの特徴です。まさにラミー2000は究極にシンプルでありながら可動式クリップを採用していたり、握りやすい流線形ボディになっていたりと、機能的なデザインとなってて、まさに機能美だなといった感じですね。天井には 0.5 ミリを表す5が書かれています。ここは光沢のある表面となっていました。側面はヘアライン加工が施されています。ボディからキャップまで質感がきちんと統一されているので、かなり手の込んだペンだなという印象ですね。一方、ここはヘアラインの加工した後でしょうか、少し毛羽立っているような線があったので、最終的な仕上げをもう少し頑張ってほしかったなと少し残念な気持ちです。開けていきますと、金属部分はツヤありとなっております。消しゴムにはクリーナーピンがついていました。芯が詰まった時はこれを使って解消しましょうというものですね。消しゴムを包む金属パーツがすごい独特です。つぼみみたいで面白いですね。クリップは無垢の削り出しのステンレスが使われています。金属らしく非常にカクカクとした形状をしていますね。丸みを帯びた曲線的なボディにエッジの効いた直線的なクリップ、このメリハリというのがペンをかっこよく、そして美しく見せているわけなんですよね。サイドにラミンのロゴが刻印されていました。可動式クリップとなっていて、分厚い紙や胸ポケットにも楽々挟むことができます。非常に便利なクリップなんですが、なんと世界初のステンレスの無垢材を用いて作られたスプリング入りクリップだそうです。クリップの質感もマットになっていて、かなり重厚感ありますね。裏側にはジャーマニー1と刻印がされていました。ボディをよく見てみると、こことここの2箇所に切れ込みが入っているのがお分かりいただけるかと思います。触ると少し引っかかりを感じますね。クリップの方は回らなかったんですが、先端の方は回って取り出すことができました。普通だったらシルバーのところだけが回って分解できるんですが、黒いボディも丸ごとくっついてるっていうのはすごい驚きですよね。ボディと口金はネジで留められているんですが、ちょうど回し終えたところでヘアラインの模様が合致するようになっています。まあでもよくよく見ると切れ込みの線はどうしても見えてしまうので、まあ、自分の場合ちょっと気になるなと思ってしまいました。どうしてここでボディと口金を分離させているのでしょうか。まあ、現代の技術だとこんなところにネジがなくてもできるはずですし、絶対分離させない方がデザイン的にもいいと思うんですけれども、なんかこういうところはしっかりと改良してほしいなと思いますね。口金のシルバーの部分はヘアライン加工が施されております。 ABS 樹脂とステンレスは通常だと全く質感は違うんですが、同じくヘアライン加工にすることによって質感を統一できて、こういうところは本当によくできているなと思いました。ペン先は収納することができず固定されていました。個人的にはこのペン先はもう少し長い方が視界が良くていいんじゃないかなと思いました。ノック感はシャリシャリとした感じですね。結構独特なノック感です。僕はそこまでこのノック感好きじゃないですね。なんか上質なノック感というよりかは安っぽいような印象を受けてしまいました。僕がこれまで使っていたラミー2000の木軸モデル、ブラックウッドのボールペンと比較していきます。こちら定価が2万2000円で、自分は楽天で1万1000円ぐらいで購入した記憶があります。ブラックウッドというのはその名の通り非常に黒い木材でございます。これ塗装されてるわけではなくて、これが素の色なんですよね。まあ、どちらも黒ということでパッと見同じように見えますが、まあ、両者ともに触り心地とか重さっていうのが全然違ってきます。本当はボールペン同士で比較してみたいんですが、なかなかこの2本比較されないと思うので詳しく比較していこうと思います。まずは金具、樹脂モデルはヘアライン加工に対してブラックウッドはパラジウムコートがされています。
まあ、ちょっとシャンパンゴールドっぽい色味といいますか、暖かくもあり上品な印象ですね。樹脂モデルはクリップの付け目までヘアラインの樹脂なのに対して、ブラックウッドはここが金属になっています。ヘアラインの樹脂が付けられたキャップはシャーペンのみとなっていて、ボールペンになるとこのように帽子が取り外されたデザインとなっています。ボールペンはノックする時のストロークが長くて、深めにノックしなければいけないので、帽子があると突っかかってしまうんですよね。デザイン全体で見ていくと、樹脂モデルの方が、まあ、全体的にブラックで落ち着いていて、ブラックウッドのモデルの方が上品で高級感のあるような印象ですね。触り心地なんですが、樹脂モデルは購入当初結構サラサラしているような印象です。乾燥した皮膚を触っているような感じですね。対してブラックウッドは結構油分が多く含まれている木材なので、しっとりとした触り心地となっています。まあ、両方とも使っていくとしっとりとした触り心地になって、光沢が出ていくんじゃないかなと思います。重さは樹脂が 18.1g、 ブラックウッドが 34.3g です。これ測ってみてびっくりしたんですが、約2倍も重さが違っています。樹脂モデルはやっぱり持った時にすごい軽いなという印象があって、対して木軸の方は野原工芸のペンを持っているような感覚で、まあ、僕としてはずっしりとした木軸モデルの方が所有欲満たされるんじゃないかなと思いました。分解をしてどんな作りをしているのか見ていきましょう。ステンレスと樹脂はどうやらくっついていましたね。外装の質感はすごくいいんですが、やっぱり開けていくとプラスチッキーな感じがしますね。落とした時の衝撃とかでボディが割れてしまわないかちょっと不安です。ここのネジのパーツと外側のパーツはどうやら違うパーツっぽくて、接着剤で留めた後のようなものがついていました。新タンクも取り外すことができます。こういうタンクはよくプラスチックで作られているものが多いんですが、まあ、さすが高級シャーペンですね。金属でできていました。芯をホールドするチャックはもちろん金属製です。それにしてもここら辺なんかごっついですよね。もっとスマートな構造にすれば、普通のシャーペンみたいにこのステンレスのところだけが外せて、こんなところに切れ込みを入れる必要がなくなると思います。まあ、ちょっとこのペンは謎設計といいますか、もうこういうところはしっかりと改良していってほしいなと思います。それからペン先のパーツと口金はそれぞれ別々のパーツになっています。まあ、つまり必然的にペン先にぐらつきが生じてしまいます。まあ、こういうところも書き心地に影響してくるので、一体化の構造にしてほしかったなというのが正直な感想です。まず書いてみてですが、ぶっちゃけ言ってしまうと安っぽい書き心地だなと思いました。コツコツとした書き味っていうよりかはサラサラとした書き味でした。プラスチックボディということで剛性が低いなと感じざるを得ないですし、何よりペン先がぐらつくんですよね。多機能ペンとかは仕方ないよねって妥協するしかないんですが、単体のシャーペンとなると僕はしっかりと一体化にしてガチガチに固定してほしいんですよね。その方が書いてる時に心地よく指に振動が伝わってくるので、書いてて楽しいんですよね。まあ、多機能ペンほどすごい大きくぐらつくっていうわけではないんですが、ラミ2000は書く楽しさっていうのはちょっと感じられなかったですね。1万円払ってこの満足感っていうのは期待外れに思う方も多いんじゃないかなと思います。まあ、こういう感想になってしまうのはやはりペンの構造が古いと言いますか、まあ、少し問題があるかなと思っています。キャップの隙間から生じる振動は若干あるかなという感じでした。まあ、自分の場合そこまで気にならなかったですね。書きやすさと握りやすさに関してはかなり良かったです。まあ、重さが 18.1g、それから手にフィットする流線形ボディということで、はっきりと言ってしまうと重たい野原工芸を軽くして書きやすくしたイメージです。非常にスラスラと書けて長期筆記もいけると思いますし、スピード勝負を求められるテストといった場面でも活躍できるかなと思います。野原工芸のペンもそうですが、まあ、本当にこのフォルムは理想的と言いますか、ついつい握りたくなってしまうボディなんですよね。自分の場合クリップも当たらない位置にしっかりとありましたし、本当に自然に握れました。手汗で滑りやすくなるっていう感じもなかったので、グリップ力も問題なくあるかなと思います。書き心地はいまいちでしたが、書きやすさや握りやすさに関しては、まあ、最高ということで、車で例えると足回りが硬いスポーツカーみたいな感じでしょうか。5つ星評価していきます。シーサーが使ってみての感想は星2つでございます。
気に入って使ってる方にはね、すごい申し上げにくいんですけれども、いまいちだなっていうのが正直な感想ですね。まず外装クオリティはめちゃくちゃ高いと思います。これが並行輸入で5000円で買えてしまうっていうのは、もう本当に驚きっていうぐらいのレベルですね。まあ、ただ細かいところを見ていくと、こんなところに継ぎ目がなくてもいいのになっていうふうに思ってしまったり、もっと中身の改良っていうのはしていってもいいと思うんですよね。ペン先がぐらつくような構造になっていて、書き味が安っぽいなっていう印象もあって、書く楽しさっていうのを求めたペンではないかなっていうのが正直な感想です。デザインはすごくいいんですが、5000円とか1万円払ってまで皆さんに買ってほしい、おすすめしたいっていう気持ちにはなれない、そんなシャーペンでした。カベコスペシャルとどっち買おうか迷ってるって方は、僕はカベコスペシャルがおすすめですね。まあ、ただ構造を変えるだけで書き心地結構大きく変わってくるかなと思うので、今後の改良に期待したいなと思います。まあ、ただ今回評価には含めなかったんですが、耐久性っていう面で心配な部分があります。ノックをしても芯が出なくなったり、書いてる途中で引っ込んでしまったり、なんかそういうレビューが多いんですよね。長く使っていけるかどうかっていうところで常に不安がつきまとうシャーペンです。いい意味でも悪い意味でもラミーらしい、そんなシャーペンでした。今回の動画は以上となります。またいろんなペンと比較動画撮っていこうかなと考えていますので、ぜひお楽しみにしていてください。購入できるリンクは動画説明欄に貼っておきます。最後に、この動画ご満足いただけた方は高評価、ご満足いただけなかった方は低評価押してくださると嬉しいです。皆さんからのコメント非常に励みになっております。本当に些細なことでもいいのでコメント残してくださると、私シーサーすごく喜びます。では最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまたお会いしましょう。